とは待機すればいいわね。これで何が出来上がるんだ？謎を解き明かす重要なアイテムだよ。できたわ。水入りのスプラッシュ瓶。普通のができたな。特別なものではなかったね。ただのスプラッシュ瓶を何に使うの？さあ、スプ瓶ができたから何なんだ？そうよね。スプ瓶ってただ水が弾けるだけよね。確かそうだよね。何に使うか見当もつかないな。また探索フェーズね。ちょっと違和感があるんだけど。なんだなんだ？今までのアイテムはこの世界特有の名前がついてたのに。うんうん。なんで今回だけ普通のマイクラのアイテムの名前なの？確かに。よく考えたらおかしいわよね。これだけ世界観にこだわった作成者さんなのに。確かに変な気がしてきたぜ。もしかして作るアイテムを間違えた？けど燃料と水をってヒントがあったから、よくわからない。スプ瓶の数にも限りがあるから、慎重に行かなきゃな。そうよね。三原色ブロックと何か組み合わせるとかかしら。かなり深い謎かもしれないね。スプ瓶なんて普段のマイクラでもあまり使わんし、ちょっとお手上げだぜ。もしかしてもう永遠に脱出できない？それはあんまり考えたくないね。スプ瓶をさらに他の何かにするとかかしら？ほら、スプ瓶って結構色とりどりじゃない？それは可能性としてなしではない気がするぜ。問題はスプ瓶の色を変える材料が、どこにもないことだね。そうなのよ。待合室の赤プラス青の青が、スプ瓶のこととかか？赤プラス青でグレーになるやつだよね。今んとこ青はこのスプ瓶くらいしかないものね。何かしらの材料で赤スプ瓶を作るんじゃないか？それじゃあ材料探しを頑張っていく感じだね。壁や机の隙間にはないわね。その辺は特に注意を向けてたからな。見落としてるとしたら。この枯れ木とか？これが何なのよ。水をあげてみるか。枯れ木のまんまね。ふむむ。ちょっとどこなん？適当なこと言わないでよ。急に厳しいな。ここの的に当てたらどうなるかしら。隠された通路が開いたようだ。隠された通路が開いたみたいよ。同じこと言うな。いろいろ深読みしすぎたわね。至ってシンプルだったね。ごちゃごちゃ考えすぎたわ。ポコニャンが余計な考察入れるからだぜ。いやみんなだって賛同ムードだったじゃん。ポコニャンの話は半分にして聞かないとね。ひどいよ。キャー。なななななな、急に驚かさないでよ。怖すぎるだろ。狭い空間のホラーは勘弁だぜ。とりあえず到着よ。さてここには何があるのかな。水に濡れた鍵。新しい鍵だな。濡れてるじゃないの。ポケットがびちゃびちゃになるね。深いよ。そこは我慢してもろて。とりあえずもうここは用なしね。さてここからどうするか。濡れた鍵を使うんだろうけど。鍵が使える場所なんてあったかしら？ボタンタイプだからどこかに設置するのかな。どこに設置するの？ここ？いや、今回。まさかの一発とは。私、今回で学んだけど、色が一箇所違うとこは怪しいわね。霊夢の脱出力が上がってるな。で急に泳がされるのか。だから濡れてたんだな。これ、呼吸持つの？ HP がゼロになったらどうなるの？わからないぜ。永遠とこの悪夢から抜け出せなくなるだけでしょ。なんで受け入れてるんだよ。生半可な気持ちでやってないってことよ。心は脱出ゲームプロだね。さて新たな部屋に到着よ。さっさとチェストの中を見てみようぜ。置き手紙に出たわね。置き手紙。余ってお手上げ。これは無理わかんない。思考停止だな。でもこれ、僕もわかんない。とりあえず内容をゆっくり見ていこうぜ。了解よ。シアンと、マゼンタが、ブルー。マゼンタと、イエローがレッド。イエローと、シアンが、グリーン。で、認証コードはグレー。ごめん意味わかんない。僕もダメだ。面査会員の方はいらっしゃいませんか？いるわけないし、すぐに頼るな。そういうマリちゃんはわかるの？だから今考えてるとこだっての。このシアンとかマゼンタって三原色ブロックのことだよね。そうだと思うぜ。本棚の青と赤もヒントになるかしら。そんなのあったな。とりあえず毎回シアンとかマゼンタっていうの。ちょっとややこしいからシーとかエムって訳していい？そうね、了解だぜ。待合室のことを考えると、もしかしてグリーンはミスリードなんじゃない？というと、全く関係がないってことよ。それは大きく出たね。じゃあグリーンは考えない方向で行くぜ。それらを踏まえると、C プラス M でブルー、M プラス Y でレッド。これと拾ってきた三原色ブロックを照らし合わせるのか。そ
そうそう。点と点が繋がってきたね。Y ブロックの数が、9個ね、ふむふむ。三原色 C の数は15個ね。めっちゃ多いね。で最後は、三原色 M ブロックの数は3個。まとめると、Y ブロックが9、C ブロックが15、最後の M は3個だね。この数字は結構重要なはずよ。どう繋がるんだ？ここから足し算をしていくんだね。ご名答よ。っていうことは、C プラス M。つまり15プラス3は？バカにしないでよ。18でしょ。正解。次は M たす Y か。3たす9ね。ポコニャンわかる？なんで僕なんだよ。12でしょ。そうよ。これでブルーが18、レッドが12ね。ポコニャン、18たす12は？ 30 ですね。ご名答です。全部が繋がっていくぜ。この30が全ての鍵を握る数字よ。ところで、何よ、その30ってのは納得なんだが、それが分かったところで何なんだ？コードは30ってことよ。ああ、そうか、不安になるくらいすんなり解けたよね。謎解きっていうより当てはめていくタイプだったから、ひらめきより基礎計算力が試されるお題だったわね。基礎計算力。このコードの先に一体何が待ってるのか、見物ね。ひらけごま。うるさいな。反応がありました。あともう少しです。ここは、一番最初に少し歩かされた場所だな。向こうに何か見えるね。行ってみましょうか。なんだあれ、青い、車？横断歩道に結婚。ひぃ、穏やかじゃないわね。どうして僕を、殺したの？そうだ私は、あの日。もう、何なのよ。呪いだぜ。呪いなんだぜ。事故が起きたってことなのかな。お悔やみ申し上げるわ。怨念だ。これは怨念なんだぜ。もうここから脱出してもいいのね。多分オッケーだと思うよ。こんな不気味なとこ早く脱出しようぜ。本当にやることがないか確かめてこなくちゃね。おい待て、絶対良くないことが起きるって。ランプの明かりがなくなってるね。ここの病室だけ明かりがついてるわね。たまたまだと思うぜ。何かあるかもだね。探索魂がうずくわね。新聞記事、悪夢の終焉。重要アイテムゲットよ。そりゃよかったな。今日未明、道路交通法違反の疑いがある10代女性の車両が道路横断中の児童を巻き込み街路樹に衝突する事故がありました。運転をしていた女性は意識不明の重体で緊急搬送され、事故に巻き込まれた児童は死亡が確認されました。なお、事故現場の近くは現在も通行止めの状態が続いています。これって私がやらかしたってことですか？いや違うぞ。プレイヤーが自動を引いてしまったってことだね。じゃあ、ずっと聞こえてきてたあの声は、プレイヤーに惹かれて亡くなった自動の声だったんだ。プレイヤーは意識不明の重体で、その時この悪夢を見せられてるってことか。とりあえず脱出しましょうか。どうして僕を、殺したの？これは、亡くなった児童の声だったんだな。あの日、事故を起こしてしまった。すべては私の責任だ。お酒を飲んで事故って、あんた。お母さんに、ありがとうって、伝えてくれる？もちろんだよ。本当に、本当にごめんなさい。拭いきれない戸が背負った私は、薄暗い病室のベッドで目を覚ましました。なるほどね。児童とお母さんはどんな話をしてたんだろうな。ありがとう、か。というわけで、無事脱出することができたわけだけど。失礼運転。ダメ、絶対。いやそりゃダメだけど、もっとゲーム自体の感想を述べようよ。どうしても伝えたくてね。ストーリーはとても良かったわね。謎の声の正体もわかったしな。あの怖い世界にいる裏付けもあったしね。肝心の謎解きもちょうど良かったわよね。初心者でも程よくサクサクいける難易度だったな。な、霊夢。もうちょっと歯応えがあっても良かったけどね。程よく悩んでたじゃねえか。歯応えも手応えも感じてたでしょ。ふふ。次はもっと難しいのでもいいわね。一生あの悪夢から抜け出せないなんてやめてくれよ。次回の脱出ゲームも超サクサクプレイをお届けするわね。期待しておくよ。それでは、ご視聴ありがとうございました。お酒は20歳からよ。わかったって。最後まで見てくれてありがとうございます。
この動画を楽しんでくれた方は、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter もやってますので概要欄をチェックしてみてください。また次の動画でお会いしましょう。